エイプリルフールか。ま、じゃあ先に UFO 見たって言ってみようかな。いっちゃん UFO 見たのほんとにどこどこどこやっほホー先だよーう <laughs> 似てない全然似てないよー私。 今日からボーカルやります。<laughs> これ、何が楽しいの <laughs> 朝からみんなにたくさん嘘をつかれるんだけど、そんなに騙しやすそうに見えるのかな <laughs> エイプリルフールか。こういう学生っぽいことするの久しぶりだな。 てっきり、今日は卵でお祝いする日だと思っていたんだけど、違うのね。え、しずく、エイプリルフールとイースターを間違えるなんてそれこそ嘘でしょえっと。どう休み明けのテストで満点あんちゃん、勉強苦手だったのにすごい よかったね。学力テストで満点取ったって言ったら、小羽信じちゃった。<laughs> ちょっと罪悪感。当やも小羽もすんなり信じるから、騙しがいがちっともねえんだよな。秋刀に騙しがいがないと言われたが、そもそも俺が相棒の言葉を疑うわけがない。 おい俺がスターであることのどこが嘘だと言うんだこの間のテスト、私クラスで三番目に良かったのに、誰も信じてくれないよ。エイプリルフールね。巻き込まれさえしなければ、私はどうでもいいかな。エイプリルフールか。 言われはいろいろあるみたいだね。ふふ。少し調べてみようか。つっ、つっ、つっ。今月は3曲アップしたい。うん。嘘じゃなくて、ほんと。イライラして、アクアリウムを粉々にしたの。うん、どうしたの もちろん、嘘だよ。エイプリルフールだし、何か面白いことをアップしたいけど、何にしようかな。今年もあのイギリスの放送局は何かやるのかな。密かに楽しみなんだよね。ね えねえ,ほ<ら>えっと